皆さんこんにちは。本日は、着物女子のお出かけ前ルーティーンをご紹介いたします。まず朝起きて顔を洗い、コーディネートを決めていきます。コーディネートはね、前日に一応決めてはいるんですけど、やっぱりね当日迷うんですよ。着物って結構合わせるね、小物も多いしね、いろいろ、半襟はねこっちにしようかなって。あーもうね、とっても可愛いじゃん。どっちにしようかな、その日にねなりたい雰囲気に合わせて決めてるんですけど、なかなかねこれがね悩むんですよね。悩みませんかね、やっぱりね。洋服でもだってすごい迷うもん。帽子もねいっぱいあるからね迷っちゃう。どうしようかな。いやでもな、今日はちょっと可愛い感じでね行きたいなって思ってるから、帰りもねサークル側かお花側かですごい悩むけど、可愛い感じだったらお花かなみたいな感じですかね。このね帯揚げのね色もね悩んでる。オレンジも可愛いし、でも赤、やっぱり赤かな。赤ね可愛い感じって言ったらやっぱ赤、緑もいいんだけど、悩ましい。ちょっとボイッシュもいいかなと思ったんだけど、赤かな。次はね裾よけを巻きます。今日はウールの着物をね着るので、まあ襦袢は適当な感じ。裾よけの高さはね私は腰ぐらいですね。上は GU のヒートテック、裏着物。はい、でね寒いから上にパーカー着ますよ。謎のダンス青だ、ちょっとふんどしみたいだね。今日は帯揚げが赤なんで、その赤に合わせてねちょっとメイクをしていこうかなって思ってるんですが、あんまりねこう赤に合わせてリップも赤にするってなるとどぎつい感じになっちゃうので、若干オレンジ味を感じるアプリコット的なメイクにして、顔の印象はやや軽くしてあげようと思ってます。最近ねちょっとニキビがね多い。ニキビ跡とかもね跡が残るようになったので、とっても気をつけてケアをしています。やっぱね乾燥はねダメ。これねすごくお気に入りのブラシなんです。コンシーラーブラシ、アンチのブラシなんですけども、800円ぐらいでね買えるのにすごい伸びがいいというか、あのすごいいい、ごめん語彙力なくて、すごくいいです。おすすめ。はい、こちらはねクリオのファンデーションをね塗ったくっております。でもクリオのファンデーションそんなにね厚みがないというか、さりげなくいい感じにツヤが出るし、カバー力もぼちぼちあるし、とてもね気に入っておりますよ。厚塗り感がないの大事ね。ね今近づいてね一生懸命あのぼかしたりとかしてます。ね毛穴がね埋まってんのか埋まってないのかね分かんないんだよね。すごい険しい顔してるね。はい、次はお眉毛です。眉毛ねメイクの中で一番気を使うかもしれないですね。まずねこの眉尻から描いていってあげます。眉尻、眉山、あの眉のね眉頭は私は描かないです。後からぼかします。一生懸命描いてる。この左右の、ね、眉毛が整うようになるまで1年ぐらい練習したかな。本当にね難しくて、眉毛の反り方とかもさ難しいじゃん。すごい大変でしたね。メイクとかもね、まあ、着付けもとかもそうですけど、やっぱり日々の積み重ねなんだなっていうのがよくよくもう分かりましたね。大事。
今ね眉頭ぼかしてます。これはケイトのあのみんな大好きなやつ、眉毛のやつダメだ、もう語彙力がなさすぎる。語彙力っていうか商品名もわかんない、何もわかんないままなんか、説明してるね。こうやってね鼻の先もあのなんだっけ影入れてます。そう、このなんだっけアイブロウか、で影を入れてます。このねパウダーが本当にいいんですよ。でねこれ限定色で赤系のやつなんで、ちょっとねこう黒髪に赤色とかに合うから、まあ若干カラー眉毛みたいな感じでねやってます。なんとね本日ね眉染め、なんだっけやつ、あれ眉毛の色変えるやつ、アイブロウなんだっけ、あれをね忘れたからね、なんとまさかのあのマスカラで色をね塗ってます。眉毛長くなるんじゃないかと思ったけど、意外とねいい感じだった。うん、よかったよ。次はねこれはトゥースクール、トゥーなんとかなんとかのあのなんだっけ影作るやつ、シェーディング、シェーディングしてます。私はですねなんか骨格の問題だと思うんですけど、これね私の母もそうなんですけどね、顎がねないの、全然ね顎がないんですよ。二重顎に、ね、なりやすいのでね、顎にねしっかり入れた後にこの鼻先ね、父親のね遺伝でね私お鼻がね大きいので、ちょっとでもこうシュッと見えるように影をね入れてます。ね、メイクでごまかせるって素晴らしいと思う。ごまかせてんのかも分かんないけど、はい、まずはね私は先にリップを塗るんですよ。これはねロム&っていう韓国コスメその、ティントリップですね。いい感じのジューシー感がたまらないです。中央に塗ってぼかしておきます。中央に塗ってぼかしておく。そうするとねいい感じになってきますのでね。こちらはキャンメイクのチーク、最近ね買ったんですよ。これめちゃくちゃ可愛いんですよ。なんていう色だったかな。これを頬のねぷくっとこうした時にできるぷくっとしたところにのせてます。楕円にね横に入れてますよ。桃長さんとかはねこうやって入れるといいみたい。私も顔若干桃長だからこうやってね入れてる。いい感じのね色なんだこれ。ほんとブラウンメイクとかにもね絶対使えるようなね感じの色。オレンジメイクにもいけるし、アプリコット系とかもねいいと思う。おすすめ。これもねキャンメイクのね最近出たやつ、なんだっけこれ、なんちゃらレオパードみたいなやつ、これがねまたいいんですよ。これもねオレンジ系のリップにも相性がいいし、テラコッタとかはいいかな。ピンク系のねメイクにもねいいです。二重幅のところに次にちょっとこうアクセントカラーっていうのかなを入れてます。アクセントカラーイン。はい、下まぶたにもねのせますよ。目尻からね目頭にかけてシュッと入れます。はい、私の最近はですね締め色をこの黒目のね下にちょっとのせるっていうのにハマってます。こうするとねなんかねいい感じなんですよ。何とも言えないんだけどちょっとやってみてください。目がねこう可愛い目になる、うるってした感じ。はい、次はねクリオの人気のやつね G10 だっけな。はい、それを目頭にねのせていきます。ラメラメのやつ目頭にのせて、でねまぶたのね上にものせるんですよ。ちょちょちょって中間だけ。これはねハイライト、
セザンヌのねやつ、不動の人気のやつですね。ちょちょちょってのせます。ハイライトもね、一番大事なのこの目頭のとこだと思うんだ。これすると結構いい感じに明るくパッと華やかに見えるよ。まつげを上げとります。初めてビューラーした時すごいまぶた挟んで痛かったな。初めてビューラーしたのいつだろう、多分小学生ぐらいかな。小学生の時にすごい100円ショップでね化粧品を買うのにハマってて、そういうの好きだったんですよ。昔から化粧したりとか、おばあちゃんもねすごい好きだったから、いいねって言ってくれた。その時すごいまぶた挟んでね痛い思いをしたんですけど、まあ慣れるもんですね。うまくなりました。下まぶたもねちゃんとやるといいですよ。なかなかつかみにくいかなってこともあるかもしれないですけど、今ねこのまつげ入った、まつげ入ると痛いよね。全然取れないんだよねこれね。すごい必死に取ってます。取れた。マスカラ下地はウズのね最近出たやつ、コッパーっていう色のマスカラです。モテマスカラ、これがねめちゃくちゃいいんですよ。垢抜けたお目目になれます。黒いマスカラもね好きなんですけどね、ちょっと目がね目って感じになっちゃうので、私はこういう色が好き。これはね、フーミーの、マルチアイライナーだっけな、の桜2だっけなってやつなんですけど、これをね目頭のとこに入れるとね目頭切開したみたいになる。はい、これはアイライナー、これもウズです。ウズのカーキですね。カーキがねさりげなくていいんですよ。マスカラ同様黒よりもちょっとね柔らかい色なのでナチュラル。はい、これはですね最近買ったオンリーミネラルの、リップです。森田真美先生おすすめ。はい、最後にこれお決まりのね化粧水なんだっけ、スプレー、魔女魔女のやつすると化粧がねよれにくくなります。本当によれにくくなるからおすすめです。これは私が高校生の時から愛用してめちゃめちゃリピしてる、香水、香水っていうかまあなんだろう、こうペペペってのせてグニグニってしてペペペってつけるやつなんだろうねこれね。そう、こう首筋とかねチチチってやってます。こういうのだとねスプレー好きじゃないから、着物着た後とかでもねできるんですよ。でもやっぱりね着物のことを考えると先にやっとくべきですよね、こういうのってね。はい、完成です。イエーイ。もうね9時になりました。はい、次は髪の毛です。今日はですねウィッグをかぶろうと思います。私はウィッグはですねかなり帽子感覚で被ることが多いんですよね。本当に帽子感覚で被るな。ウィッグってちょっと挑戦するのは恥ずかしいかなって思ってる方もねぜひ被ってみてほしい。とりあえず被ってみてほしい。慣れるとね本当に帽子感覚で使うようになります。簡単にねイメージチェンジできるし、ショートヘアとかね伸ばし中とかちょっとなんか切りたくなっちゃったりとかするじゃないですか。そういう時にねこう被ったりとかするとモチベーションが上がる。あ、頑張って伸ばそうって思えるし、逆にあ、じゃあ切っちゃおうみたいな考えもできるからいいと思う。お気に入りはねブライトララです。ブライトララで検索してね、つむじがねすごい自然なのとか毛質がいいのでとても好きです。このブラシはね有名なやつ、ティングルタングルティーザーだっけなんだっけってやつだってな。これがねまたウィッグにねすごいいいんですよ。ウィッグ用のブラシってあるんですけど、それよりもね全然スルスル溶かせる。
これはね本当にいいと思う。ちょっとね2000円ぐらいでね高いブラシだなって思うんですけど、あの払う価値がある。本当に買ってよかったなって思うよ。はい、ウィッグ完成。ハンエリをつけます。ハンエリは私は当日にね買えます。後から買いたくなる時もあるからね、安品で買えていくよ。はい、買えました。じゃあ襦袢からね着ていきますかね。お襦袢はジュポネです。これは本当にお気に入り。ちょっとね、エモンの抜き具合が気に入んなかったのでね、着直してる。下着はね、本当に大事よ。ちゃんと着た方がいいと思います。ゆっくり丁寧に、あの本当に納得できるとこまで、あの時間が許す限りゆっくりやってください。はい、来ましたね。私は筒袖の半襦袢がね、とっても好きです。お袖の中空っぽになっちゃうけど、振りがないからでも好き。すごい楽だし、洗えるし、このねジュポネは伸縮性もいいのでお気に入り。通気性もいい。今日はチェックの、チェックじゃないわ、ギンガムチェックかのウール着物を着ていきます。着物をねまず羽織りまして、背中心をね合わせていきます。半襟がねちょっとこうあのベロアっぽいというか、こういう感じなのでね、襟がひっついちゃってなかなかこうあれなんですよ。はい、襦袢をね直した後に、気になるところがあったらね、気になるうちに早く直すのが一番いいです。はい、身幅をね合わせます。このウールの着物はちょっと身幅が大きいのでね、あの下前が大きくなるんですけど、まあ折り返して着てます。今日はブーツを履く予定なので、いつもより若干短めに着付けています。だいたいくるぶし丈ぐらい、浴衣の時ぐらいですかね。あんまり短くしすぎてもね、あの足短く見えるから、ぼちぼちな感じでやってください。紐を締めますよ。なんかケイサンプさんは腰骨のちょっと上ぐらいでね締めるといいらしいんですよね。ケイサンプじゃなくてもね、楽だったら腰骨の上ぐらいがいいと思います。まあ、着物の丈によりますけども、あんまりね丈の長い着物を腰紐を下の位置でしちゃうと、おはしょりがものすごい出ちゃうので、まあ、その辺は調節しながら、はい、やってみてください。ね、襟を合わせていきます。いい感じに合わさるといいんだけどなって思いながら、さあどうしたもんか、ね、重ねてね、半襟とね着物がひっつくんですよね、素材同士。はい、中のねこの身やつ口から手を入れて襟を合わせていきます。襟をね横に引いていくといい。襟っていうか着物の襟ね。はい、腰紐のね着崩れないポイントはね、この紐をねしっかり平ったいまま後ろに回すんですよ。あの腰紐をねぐちゃぐちゃってね細くしちゃわないで、綺麗に平ったいまま結ぶ。そうするとですね、いいです。私は腰紐はねリボンにしないんですよ。からげてあの挟み込むだけ。そうするとリボンにしちゃうとさ、結び目があってこうボコってなっちゃうんだけど、この方法だとボコってなんないので、とってもねいいです。苦しくないし、結び目ないから、本当にね苦しくないんだよなこれは。はい、後ろをねシワを伸ばして、背中心真ん中ちゃんと着てるかなっていうのを確認してます。着てなかった時すごいショックだよね。しまったって思う。もうその時はまたね紐を取ってやり直すのがいいですよ。何度でもねやり直せばいいんですよ。急いでる時とかまあちょっと大変かもしれないけど、
何度でもね直すのがいいと思う。結局自分が納得できる姿にならないとちょっとこうテンションがね下がっちゃうじゃないですか。慣れないうちはね、あのどんな姿でも頑張ったっていうことが一番大事なので、どんな姿になってもねいいとは思うんですけども、慣れてくるとやっぱりこう欲がね出てくるから、ちゃんとね綺麗に着ようって思います。私はね伊達締めはしない、たまにするかなってぐらい。上からこういうゴムタイプのね帯板をつけて、まあ伊達締め代わりにしています。でもねおばあちゃんにもらったやつずっと使ってる。そろそろまあ買い替えた方がいいかなって思いつつも、けじっちゃうよねこういうやつ、けじっちゃうんだよな。こういうね小物こそね、あのいいやつ持ってた方がいいんだろうなって思うんだけど、どうしてもねちょっとケチってしまう。はい、次は帯です。帯はこれはかなり軽い帯ですね。ハッスンっていうね帯端がかかられただけの軽い帯があるんですけど、そのね名古屋帯をしていきます。ハッスンのこれは開き名古屋になるのかな、手先だけがねあの嗅がれているのが松葉仕立て、開いてるのが、まあ、開き名古屋ってことでいいんじゃないかな。はい、帯をね巻いとります。巻くときは自分が回るんでございますね。自分が回って合わせていく。帯の下を持ちなさいって言うけど、まあ、とりあえずは巻いて、あとからねキュキュってこう下線をしっかり締めてあげればいいんじゃないって考え、もちろんね丁寧に着ることは大切ですけども、まあ、そこそこで気を抜いてった方がね、そんなにそんなにね頑張んない方がいいと思う。頑張るんだけど頑張らないみたいな、その手の抜き具合がねだんだん分かってくるので、とにかくあの着ることをですね、やってみること、やってみてなんか違ったら見直す、ここをこうすればいいんだなっていうのを自分で研究してみるとかね、するとどんどんあの自分の体型に合った着付けっていうものが分かってくるの。後ろもねシワを伸ばししつつどんどん帯を結んでいってます。たまにチラッと見るよね、やっぱね気になるのはカメラがこっち向いてると見ちゃう。はい、後ろをね開いて帯枕を入れていきますよ。広がんないなって思ってる。はい、枕を入れていきます。枕をね入れた後にね背負うのちょっと必死になるよね。ね、紐を前に持っていってちょっと横にずらして結ぶんですよ、キュッてね。あんまりねグッてやんなくてもいいですけど、まあ、ここはやっぱりしっかり締めておかないと落っこちゃうとこなので締めてね。で結び目をおへその方までねグーって入れ込みます。そうすると帯枕がね落ちてこなくなるので、ここはすごく大事。ああ歪んだなって思ってる。だってさしょうがないじゃん、こんな見えないんだからさ、いいよもう歪んだってと思いつつも、やっぱり気になるなってなってますね。はい、帯揚げもねかぶせて前で結んでます。このね方法はね、あの着付けの本で見た方法なんですよ。まずあのタレの先だけ出しん？タレの先の量を決める。これをねタレを先に前で仮止めしておくと、あとすごい楽に締めることができるんですよ。これ着付け誰の本参考にしたっけな、
私ね、いろんな着付けの本を買って読んでるんですけど、着付けってね、一人だけに教わったってね、分かんないんですよ。いろんな人のやつを参考にしないと、やっぱね、いろんな人がいるから、その中で自分に合ったものをね、やればいいさ。そんなにみんな一緒とは限らんよ。今ね、この先に手先取っちゃったなって思ってとても後悔している。まあでもなんとかなるでしょうみたいなテンションです。実際なんとかなってる。この中に入れていくよ。どん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 入れていくよ。入れまして、いいね、うん、シワもね取っていく。こんな感じで、うん、この帯今日初めて巻いた。はい、帯揚げを処理していきます。あの名古屋帯の結び方動画出してるので、よかったら見てみてください。綺麗なね、俵を作るにはね、ここもね、やっぱりゆっくり丁寧にやることが大事ですね。ビビ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 って急いで着ないで、ゆっくりゆっくり、やっぱ時間に余裕を持って着たいとこではありますよね。うん、後からね、電車の中とかでも直せるっちゃ直せるけど、やっぱりこう出る時からかっこいい姿でいたいじゃないですか。なるべくね、丁寧を心がけています。帯揚げの出し具合とかさ、シワの具合とかもやっぱりこう綺麗にしたいじゃないですか。この辺がね、綺麗だと本当に綺麗に見えます。体のね、中心がね、綺麗だとね、とても綺麗な着付けに見えるのでね、前から見た時の印象っていうのはとても大事なわけですね。だから前側はしっかり綺麗に見えるようにしています。ここはね、誰も見ないっちゃ見ないけど、まあなるだけ綺麗な方がいいよね。帯締めをね、選んでます。いろんなね、帯締め持ってるんですけど、まあ三分紐が多いですね。私は帯留めをどうしてもつけたいので、うん、今日はね、黒いコーデだからちょっと黒めの帯締め。今すごいお気に入りの音楽がかかり始めたもんで踊り狂ってます。決してトイレを我慢しているわけではない。帯留めをね、した時はとりあえず前で普通に結ぶんですけど、前で結んで、結び目をね、後ろに持っていくんですよ。キュッてしたらくるくるくるって帯締めを回して、ちょっとね、ごめん、踊ってるから見にくいんですけど、帯締めを後ろに持ってって結び持っていくと、通したね、帯留めが前にやってくるというやつですよ。で、後ろで紐隠す。はい、めっちゃ踊ってる。何度も言うけど、トイレを我慢しているわけではない。あとはね、シワをきれいに直していきます。こうやって見ると背中にちょっとシワいってるなとか思うけど、まあ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 いいじゃない。はい、髪の毛をね、もう一回ちゃんと整えてます。帽子をかぶるよ。今日はベレー帽、ウィークいいけど結局帽子もかぶっちゃうね。つむじが自然でもやっぱかぶっちゃうよね。ヒートテックはね、見えないように上げてる。はい、終わり。イエイ、終わったよ。コート選びです。どんなコートが合うかなとか、意外と白も、いや黒か、無難にどっちに行くか迷ってますね。うん、柄もね、柄もいいんじゃないかなみたいな、あえての
と北欧っぽくて可愛いじゃん。さあどっちにしようかな。まあ無難に黒だよね。まあ、黒っちゃ黒だけど、あのグレーがねあるからそんなにこう暗く見えない。これは洋服用のポンチョです。あったかくてお気に入り。シルエットも可愛い。はい、リップがねちょっと薄かったかなって感じなので塗り直し。チークもちょっと薄かったかなと思って塗り直し。メイクはね近くと遠くをね見るといいです。こうでも今まつげを上げ直してます。持ち物チェック、ちゃんとね入ってるかなっていうのを確認しますよ。腰紐とかねクリップとかもちゃんと入れてるよ。あ、この前ねあの持ち物チェックでねこれ言わなかったんですけど、あの手ぬぐい1枚ねあるといいです。こうやって手ぬぐいを広げてでね着物の襟にね挟み込むんですよ。折り返してこうやって挟み込んで襟につけてご飯をね食べると着物は汚さないのでいいです。手袋をつけます。手袋はコートの色とお揃いにすることが多いです。だから今日は黒。可愛いの欲しいな。つけた。はい、今日はマーチンのブーツを履いていこうと思います。コートと合わせて黒。バッグはふわふわのやつ。ビーゴ。じゃあねー。